本当に勝ててほっとしてますね。本当に当日たまたまちょっと仕事の関係上メンバーもなかなか集まらなくて4人っていう、少数制だったんですけども、なんとか、ギリギリだったんですけど勝てて良かったです。いや本当去年の9月26日クラッシュでアンフィニに負けて、本当もう負けた時は頭の中が真っ白になってしまって、本当悔しい思いでいっぱいでした。この半年間はやっぱりもう絶対にサムシティにカムバックしてやるっていう風にメンバーとも話してましたし、あとはバロンらしさをもう一回出して舞台で、みんなで騒ぎたいなと思って半年間練習してきました。でも一番もう願ったりのやっぱり相手ですね。前回クラッシュで負けた相手と今回できると、もうリベンジですね。絶対にもう一回勝って、同じ相手に勝ってサムシティにカムバックすると、ぜひそれだけです。ぜひプレーオフに合わせて、クラッシュもありますんで、前回は本当にメンバーいいパフォーマンスしてくれて、僕だけはちょっとパフォーマンス落ちてですね、負けてしまった部分あったんで、絶対自分がいいパフォーマンスをして、さらにバーロンのメンバーももう一回素晴らしいパフォーマンスをして、勝つ、そして楽しむと全員で、それを目標に、21日臨みます。サムシティにカムバックしますんで、またぜひ応援よろしくお願いします。